こんばんは。今日は Amazon で購入した商品を紹介します。こちらのタオルクリップを買いました。キッチンとかバスルームにタオルを引っ掛けたいんですけど、ソーイングセットを持ってきてないので、ソーイングセットを買うよりもこちらのクリップを買ってしまった方が安いかなと思って、このタオルクリップを買いました。ポンドランドにあるかなと思って何店舗か見たんですけど、なかなか見つけられなかったので、先にアマゾンで買っちゃった方が早いなと思って、 2.9 ポンドぐらいなんですけど、まあ買いました。まあ、これならタオルに穴を開けなくて済むし、このまま引っ掛けられるのでいいなと思ってこちらの商品を買いました。で、壁にくっつけるフックを買ったんですけど、それがこちらなんですけども、自分でフックをくっつけなきゃいけないみたいです。こういう感じで、シールになってますね。あ、本当は透明のやつの方が良かったかもしれないですね。で、まあ、こんな感じで結構フックがしっかりしてます。ここにこういう感じで引っ掛けてタオルをかけようと思って買いました。これ2つで、これとこれ合わせて800円ぐらいのコストがしたんですね。何ポンドか忘れたんですけど、日本円で約800円ぐらい。どっちも日本だったら100円ショップにあるようなものなんで、高いなと思ったんですけど、街中で探し回るよりも Amazon で買った方が早いなと思って買いました。あとはビタミン D3 を、バイタミン D3 です。こちらを買いました。薬局でも買えるんですけど、このドロップタイプっていうのが気になって買ってみました。錠剤タイプのものっていうのはたくさんあるんですけど、あんまり錠剤を飲むのが好きじゃないんですね。で、グミタイプのものっていうのもあって、それも気になったんですけど、飲み物と一緒に手軽に飲める方がいいかなと思ったので、こっちを買ってみました。で、これは結構コスパも良くって、これで1年以上持つような容量が入ってます。内容量としては90ミリ入ってまして、Amazon のホームページによると3000滴分入ってるそうです。で、1日1滴でいいので、3000滴だと相当量がありますよね。余裕で1年以上あると思います。こういった感じでスポイトタイプになってますね。このスポイトタイプがどうしても良かったので、こちらで買いました。特に冷蔵庫で入れてっていう風なことは書いてないんですけど、直射日光に当てないでっていうのと、まあ、冷暗所に置いてくれっていう風なことは書いてありますね。なので、まあ、普通に食料庫に置いておけば大丈夫です。冬のロンドンは日光が少なくて、
こう憂鬱な気分になりやすいっていう風に言われてるんですが、まだ私は1年目の冬なのでそこまで気分が落ち込んだりっていうことはないんですが、一応予防のために早めにビタミン D を取っておこうと思いまして、こちらの商品を買ってみました。ビタミン D3 を取ることはイギリスの NHS も推奨しているので、ビタミン D3 はサプリメントで補ってもいいのかなっていうふうに思いました。イギリスの薬局にはすごくサプリメントが豊富に揃っているので、日本からサプリメントを持ってくる必要はないですね。確かサプリメントの種類によっては持ってこられないサプリメントも確かあったと思います。なのでいつも飲んでて持っていきたいけど持っていけないっていう方はもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、サプリメントに関してはとても豊富に種類があるので、こちらに来てから買っても全然問題ないと思いました。ということで Amazon の購入品紹介でした。